収書もある。さっきのぎこちら領収書になります。何でも食べてください。1番行って替え玉2回しました。全然いいです。大丈夫ですか？はい、全部払います。一応反省はしていると。反省しかしてないです。すいませんと。1時間半遅れてるんでね。少しも待ちましたね。いや待ってないです。あ待ってあ。しょうがないです。しょうがない。いや、なんで優しいの？いつも頑張って。あ、そっち側なんや、お前。なんでこいつ優しいの？なんだよ。こっちに乗ってこいよ。だって領収書切ってないですもん、僕は。俺は切れよ、お前。切れよって怒られてるって何なの？結構いってやんねんな。いいよ。でもいっぱい寝れた？いっぱい寝れた？でもいっぱい寝すぎて。いっぱい寝れた？いや、何の握手なん？何のなん？これ何人分なの？あ、そう、俺です。俺一人分で。で、お前だけ領収書。すごいやん。なんかお揃いですか、それ。おお、いいね。カスタムしてみんなに買ってもらえるんですよ。あ、そうね。なんか裏とかまで行けるんだっけ？そのカスタムできるんだ。え、緑やもんな。表紙の方。中島くんのこちらのデザインになります。はいはいはい。R って書いてある。ここら辺にあの本当の画像載せとくんで。載せとくんで。お前が出すみたいに言うやん。俺が出すから。そうなの。こちら辺には中島くんの顔も載せる。顔載ってるんで大丈夫です。今ちゃんと載ってますんで。こちらが僕のデザインです。ここに画像いらんで、それが本品なんだから。全部説明して、編集大変にさせようかな。いや、めんどくせえ男だな、本当に。ありがとうございます。写真の裏側見して。あ、裏で、下。下とか。ここもカスタムできるやんな。ここも全色。すげえ。ちょっと緑と白。いいね、なんかみんなで合わせる感じがいいですね。白ベースなのね。ちょっとでも違う。これクリーム色。あ、クリームなんや。え、ちょっと違うよ、これ。かっこいいね。エアーです。ナイキエアーシューズ。実は直樹くんも持ってます。あ、直樹くんも後で見せてもらいましょう。今日持ってきてない。持ってきてないって聞こえたんですけど。もう捨てたって。最低やな。お前すぐ捨てるもんな。捨ててない。俺の猫ちゃんどうしたお前。猫ちゃんあるよ、まだ。いや、信じられへんな。あるエアー枕も捨てたもんな、普通に。エアー枕って何？エアー枕、ここにあった。エアー枕。ナイキのエアーとさ、なんか。ああ、いやいや、かかっちゃったけど。エアー枕ね。何してんねん。やべ、咳込んじゃった。この二人できてます。すいません、皆さん、目をつぶってください。あんまり人に言わないでください、これはね。自由なんで、恋愛っていうのはね。そこ、どうなってんの？繋いで、あ、繋いでるんだ。トイレの姿。トイレの姿。何してんの？トイレ一緒に行ってくるわ。いや、ツレションってそんな感じなんですか？男のツレションってこんな感じです。するときは、手繋がる時に。聞こえないけど、はい。少し。もういいんやったら話せよ。申し訳ないですけど、眠すぎて車の中で寝ちゃいました。いい夢見れない、いい夢見れない、いい夢見れない。いただきました。これ使わせていただきます。はい、お疲れ様です。走りましたね。4時間ぐらいかな。4時間ぐらい走った。余裕ですね。余裕だった。はい、香川県に比べた時の3時間に比べたら、あ、渋滞だったからな。渋滞だったんで。今日は気持ちよく走ったって感じ。気持ち、いや、途中渋滞だったんですけど。あ、渋滞、うん。まあ、命預かってるんで、当たり前のことしただけですよ。かっこよくエフェクトつけとくな、今の。こうやってね。かっこいい夢見ろよ。いい夢見れない。おはよう。おはようございます。おはようございます。愛知、2日目。2日目愛知、5日目。5日目何日滞在してるんですか？まだまだ1週間なんですけど。1週間ツアーの日がやってこないです。焼肉居酒屋行きました。居酒屋行きました。焼肉美味しかったね。うん、ハラミが美味しかったです。ハラミ美味しかった。正直いいね。正直美味しかったです。まずいかなと思ったんですけど美味しかったです。まずいって言い方は俺は取んなくて大丈夫です。大丈夫です。はい、いい夢見れなかった。いい夢見れなかったですか？いい夢見れなかった。やっぱ有言実行っすね。言ってたもんな、見れないって。いい夢見れない。ありがとうございます。動画見てくれてありがとう。こちらこそ。動画見れない。動画見れるやろ、いつでも。もありがとう。はい、こちらこそありがとう。最後まで見てくれてありがとう。こちらこそ。しました。
めちゃくちゃや。めちゃくちゃ。ありがとうございます。今日頑張ろうぜ、ライブ。盛り上げていこうぜ。頑張ってください。いや、お前ら。いやいや、あんたも出る人みたいな。いや、ああ、そっかそっか。おかしい、俺が出演者みたいになってる。ちょっとびっくりしたね。ゲストじゃなくて、カメラマンだけでした。出る人だよ。え、ごめん、聞こえてなかった。大丈夫。最近、最近様子おかしいで。様子おかしい、どうしたんですか。いい夢見れないの。マジでやばい。見れない。様子がおかしいって何なんすか。気になるから。何に関しておかしいの。全部おかしいんですか。助けておく。テンションから何から何まで。あ、そうなんですか。テンションから何から何まで。ちょっと絡みづらい感じなんですか。ちょっと。いや、絡みやすいよ。絡みやすい。あ、そう。絡まりやすい。絡まりやすいんか。絡みチキンって感じ。絡みチキン。あ、絡みのチキンってそういうことね。うまい。いや、全然うまくない。うまい棒。うまい棒。オッケーです。おっしゃ、ごめん、行きましょう。よっしゃ。はい、はい、ぶつけました。頭ぶつけました。おめでとうございます。会場入りしました。会場入りしました。会場入りしました。こちら楽屋です。楽屋行ってください。到着しました。到着。会場がこちらになりますね。おお、横に長いですね。すごい、すげえ広。すごいよこれ。使いたい放題、ほんまに。じゃあ、俺、直樹の隣行こうかな。なんでお前がこっち来るんだ。お前、鏡もいらんやろ。いや、俺、ここからここまで。長いな。おい、使いすぎだろ。マジで終わった。やばい。俺、ちょっと動画どうしたらいいけどさ、やばい。電波ない、マジで。やばい。どうしよう、どうしよう、どうしよう。電波、電波、電波ない。やばい、やばい。テンパってる、テンパってる。Wi-Fi ないっすか。テンパってるよ。はい。こちらですね、特典がこちらになります。はい。直前のね、はいはいはい、予約がね、はい、まあ、ありがたいことに増えて。あ、増えたんですか。ちょっとあの、はい、今足りなくなっちゃいました。足りなくなっちゃったんですか。急に増えたんですか。急、あの、はい、これ S チケットの特典なんですけど、はいはい、あの、よりちょっと余分に多くやってたけど、はいはい、それより増えてしまって。あ、嬉しい悲鳴ですね。嬉しいんですよ。はいはいはい。足りなくなってしまったんで、はい、とりあえずあの後半に予約した方はね、はい、郵送になっちゃうんですけど。あ、郵送でお願い。お届けしますんでね。ちゃんとね、はい、行きたくなったんでしょうね。急に、あ、やっぱり行こうっていう。やっぱ行こうって舞台もあってさ、こうずっと8月いっぱいあってさ、はいはい、こう帰っちゃったかもってなってたと思うんだけど、はい、やっぱ行こうってなった人がきっとね、たくさんいらっしゃったというね。ステージの使い方よね。いいよね。ギュッとして。動画見てくれてありがとう。で、MC でしょ。こちらこそ。レイキ君いつも応援してます。ありがとう。これで歌けて、応援しちゃうよ。また一緒に席取りましょう。じゃあ、コロナだけだけ、フルでいきます。させてください。いつも、そこに。朝、冬、夜、しみてくる。Yeah!
してた回してって言ったら何 かと思ったらお疲れ様ですだけ。そう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 、とりあえずね逐一報告しないと。そうだね、ほうれん草ってあるじゃん。ほうれん草ね。あ、後ろで鬼になってましたわ。あ、リハどうでした？リハあ、仲いいっすね。リハどうでしたか？え、いつも通りでした。あ、そういう感じ？なんか疲れてる。不適されてる。不適されるな。マジ確認です。心付きの人はあれはあれですか？バカって変わってた。はい。で、その後で MC がで、またちょっと1曲やってラストで終わりになります。じゃあ黙ったら。はい、お願いします。ありがとうございます。それです、お願いします。結構ゆっくり撮る。結構ゆっくり最初から。ちなみにロクシーの下り一応撮っておきます。ちょっと、まあでもやるから。デッキ今は何してんすか？それ体感してます。体感、偉いですね。もうちょっと始まるもの。でも楽屋が広いからね、ちょっとこうやってね、できるよね。ほら、見てみ。あ、ごめん、はい。いや、自分それ何してんすか？体感、そうだよ、体感だよ。あ、なんかゆっくり広い楽屋でどんだけくつろげるかっていう体感をしてる。あ、感じ違いのね。そうそうそう、そっちのね。そういうこと。あ、それも、あ、体で感じる。そうそう、伸ばしてるみたいなこと。体で感じてる方。そう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 、そうなんや。こっちはあの幹の方。そう、体の幹の方。そう、幹の方なんや。へえ。こっちはこれ、ケツが引き締まるんですよ、うん。あ、そうなんや。女性の皆さんは。へえ。ほんと引き締まるから。そうそうそう。あ、そうなんや。皆さん真似してください。美尻ですね。直前までみんなやってますんで、いいパフォーマンスができるでしょう今日は。はいはい。うわ、びっくりした。入って。びっくりした。あのガムテープ投げてくのやめて。返すわ。びっくりした。ちゃんと受け取れたよねこれね。あとこれ楽屋ちょっと取るのちょっと大丈夫かな、ぐちゃぐちゃしてるもんな。使えるかわからんけど。何してんの？何してんの？これ一番ビジリなんで。これ一番ビジリなの。ビジリなの。ここマジでマジで。あ、そうなの。マジちょっとやってみてよ、レイキ。お尻鍛えてるらしい。すげえ。どうぞここで。よし。やります。鍛えろ。ケツでっかくしないとな。じゃあ行くよ。あ、トレーナーさん来た。腕危ないかも。サスケじゃねえんだよ。腕危ないかも。怖いよ。サスケの前脇腹踏んじゃうかも。お前じゃん。リーダーそこな。まずファーストステージ。声マジで怖い。うわマジでやばい。いや大丈夫。怪我だけはすんなよ。やばい。うわ怖い。怪我はすんなよ。やばい。セカンドステージ行くよ。怖すぎる。狭いね。お前だどうすんね。うわ。怖え。怖え。お前なんか出しすぎじゃね？多分これ出しすぎるな、お前多分。できてない。ここが切れへんな。できてないそれ。そう。ケツちゃんとキュッてなってる。ああ、なってるね。ケツがあんまないんだよ、ニヒラは。ケツないの？そうそう。俺が寝てました。すごい体勢で。どこでも寝るんで。ジムもなってますけどね。どのポーズでも寝るんで、彼は。どこでも寝れる。最強っす。それいります？それ股関節。そう、股関節鍛えないと、うん、瞬発力分かんないから。ターンとか分かんないけど。なんか何股関節鍛えるか。これお前エッチだよ。お前それはイメージビデオ。イメージビデオ。これは何です？これは助かりません。この画角といい。この画角といい。これでバランスボールが乗り始めるやつ。あはは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 。どこまで使えるかな。使えないよ。まあ使っちゃうか。やろうか。心境はいかがでしょう。いや、もう変わらず本当 150% 出すのみです。何そんな目パキってんだよ。顔の体操しないと起き上がれないので顔が。あ、何でしょう今日は。
はい、愛知5拠点目です。はい、5拠点目です。来ました。この会場はロックスロックスロックシー and no no アズ no 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 ジャマース no 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 モンスター no 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 no。 じゃあ今回じゃはせーのライオンリミテッド。 OK、 オンタイムです。うぇいけちゃう、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  OK、 いけちゃうね。今日はもう最高のライトが盛り上げてくれますんでね。まずライトですか。ブチブチにブチブチにブチブチにブチ上げちゃう。ブチ上げちゃおうね。始まります。あ、近すぎちゃった。エンディしますか。あ、確かにな。もうしちゃう。はい、しちゃおうか。届け届け。やばい、もう映像始まる。やばい、いきます。俺らじゃん、俺らライトね。リアルなやつです。ちょっと死んじゃいました。リアルなやつです。結構遠いです。ちょっと一回リアルなやつ持ってみたいと思います。無事戻ってきました。無事戻ってきました。ありがとうございました。真っ暗でね、足踏み外しました。改めてあそこ危ない。あ、ちょっと楽屋汚かったらこっちしますね。あそこ一段危ないね。段差あるんで気をつけてください。じゃあ拠点目集中して位置届け。うえ、逆に言わなかったかな。届け届け、羽ばたけ、あばいよ。いきます。いい音だよね。そのバラードは面白い。いい音だよね。そのバラードは面白い。いい始まりだったよね、今。かっこいい。届け重いよ。羽ばたけ。未来へ。天井天下、ゆうゆうの服装。いやいや、違う。まあ、いいか、いいか。歌終わりやしな。これはいい。これはいい。うん、オッケーオッケーオッケー。お願いします。お願いします。盛り上げていきましょう。やるしかないからね。やるしか、ナウシカで、トイレ行きます。風の台のってことで、ナウシカです。ナウシカです。トイレに密着したいと思います。それは、トイレ行ってらっしゃい。あ、ごめんなさい。トイレ行ってらっしゃい。会場じゃなくてね、トイレ行ってらっしゃい。今日美人かもしれない。いや、いつもええやろ。何言うとん。最高でーす。あのレイキの歌声で俺泣きそうになりました。キラキラ。サルガン席います。あ、いや BGM なんです。あ、そう、レイキのコメントは BGM なんです。あ、そうそうそう。届けますよ、やっぱり。届けようぜ。届けたい。お前の歌声で感動した人間がここにいるんや。届けたいっすわ。今日も届けてくれ、俺に。俺だけに。悔しいときもあるかもしれないけど。あ、なんか引きずられてるぞ、こっちに。そう、涙するときもあるかもしれないし。いや、引きずられてるわ、こっちの歌に。絶対同じ会社やん。もう、同じ会社やん。いやん。邪魔やな。夜になるとね。君がいて僕がいるから。風に打たれてこうよ。風に打たれてこうよ。素敵な歌声お願いします。すいません、全然サルガン席の歌詞全然分かんないので。こいしょ、申し訳ございません。こいしょ、こいしょ。次の曲自分らですよ。もうもう始まります。間もなくですよ。あ、出た出た、映った映った。やべやべ、映っちった。ラブシャワーやばいよ。歌詞が違うんだよね。
絶対違う、絶対違うな。やってみようよ、一回イベントでさ。振り付けへんっていう。俺もついていきます、最後まで。舞台までついていきますんで、どうぞシーン。はい、シンまだやんな。シンちゃんもう今時間潰してます。おいおい、お疲れさん。あんこは袖大丈夫ですか？捨てました。捨てました。捨てました。やめとくっていう手もあります。いや、さすがにもうアンコールもやばい。やばい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 、いけいけ、盛り上がっていきますよ。ゴーゴーゴー、シンゴーゴーゴー。ここに水分が、いくよ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 。いいよ、いつでも行ってくるよ。行ってくるよ。一緒に行こう、一緒に行こう。行こう行こう。アンコールありがとうございます。まだまだ終わらないぜ、聴いてください。 Take a set。 初志です。はい。はい。こんにちは。でかかった。こんにちは。オスです。オスです。
楽しかった、楽しかったね。おっす、おっすしか言ってないです。おっす、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 ダメだこいつ。おっす、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 アホになってる。なんてこと言うんですか、ひどいスタッフ。どうしたんですか、お疲れ様でした。リーダーお疲れ様です。疲れました。はい、お疲れ様です。まあやっぱりね、まだ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 ですか。まだまだですね。おお、すごい向上心すごいですね。もっとできますね。まだ上に行ける。さすがです。まだまだ疲れてるんじゃないですか。言葉出てきてないですけど。まだまだしか言ってないですよ。まあ正直言っていいですか。はいはい、疲れてます。連日の正直だよ。連日の、でも要するに出し切ったってことなんで。はいはい、一瞬で行っちゃいます。行っちゃいますか。いいる。いや、顔顔顔やばいっす。やば。全然今頭回ってすぎて。やりきったからね。何も言葉出てこないから。いや、ご拠点目ほんとに楽しかった。声ちっちゃいんですけど。ほんとに楽しかったです。楽しかった。いつも楽しいツアー、ライブいつも楽しい、ツアーも楽しい、ライブも楽しい、はい、みんな最高。みんな疲れてるね。みんな疲れてるね。いや、もね、少子もね、変なこと言ってた。なんだろう、疲れてるわけないじゃないですか。おー、ごめんなさい。力あるんだもん。すいません。変なこと言っちゃった。いや言ってますけどね。いや、いつ終わるんですかこれ。なんか切り際が分かんないんで。オッケー。適当にカットしてください。中島くん、お疲れ様です。ちょっとこれ、いや。回ってるんですよ、カメラ。ありがとう。顔はやばいよ。顔やばい。顔ペチペチやばいよ。こうやって向かって、こうやって、こうやって。ああ、やめろやつ。こんにちは。そういうとこも好きになっちゃうんだろうな。ありがとう。なんかさ、前キスみたいな、まあ、こうやって近づいて。あれでもセクシーやったやんな。本当？うん。楽しかった。セクシー歴。楽しかったですか？楽しかった。あー、なるほどね。まだまだ足りねって。セクシーサンキュー。セクシーサンキュー。セクシーサンキュー。やばい、疲れてる。疲れてる。みんな疲れてるらしい。やばい。そうなんですよ。みんな同じことしか言えないよ。そうなんですよ。リピートしてるんですよ。そんぐらいもみんな燃え尽きちゃってるから。うん、ありがとうね、全力でやってくれて。いやいや、もちろんそう。ありがとうございます。そこのとこでも全力なんだよ、俺は。俺も疲れちゃった。いや、自分に言うんじゃなくて。あ、ごめんこっちに言ってほしかった。可愛い。あ、疲れちゃった私。あ、そっか、疲れ。可愛いとこあんじゃんって欲しかったんですけど。いやなかなか行かないよ。そうよ。セクシーレギー。セクシーレギー。セクシーレギー。セクシーボちゃん。セクシーボちゃん。セクシーボちゃん。カメラマンの話しないでください、ちょっと。ちょうどカナダの時に、衣装が、このくだり覚えてますか皆さん。手がどっから出てくるみたいな。ついに、今日それで袖失いました。なんか、捨てたって言ってませんでした。はい、切り取って捨てました。俺にはいられって。脱皮みたいな。はい、もうそれで、まあ、新たな、この衣装も僕らも、マスごとにこうパワーアップしていくと、進化していくっていう、ね、はい、その現状で満足しないっていうのが、この衣装にも現れちゃったっていうのが、今日のエピソードです。あと俺の対応力っていうことですよね。対応力というか、まあ、あっちいやいやいや、急にあっちあっちわあ、もう忘れ物した。いや、今ちゃうやろ。あれや、袖忘れた、袖。ほんまに置いてきたんちゃう。袖忘れた。やべ、ちょっと行ってくるわ。かっこいいね。ちょっと行ってくるわ。あ、行ってくる、お前行ってくる、行ってくる。お客さんいるぞ、やめとけ。あっちちお客さんいるか、あかんねん。危ないよ。頑張りましたね。笑顔が物語ってますよ。ありがとうございました。頑張ったね。頑張ったね、翔志。うん。頑張ったね、レイキ。うん。頑張ったね、シン。持てる最後の力を出したぜ。出したぜ。あ、やべ、ライブ会場に忘れ物しちゃった。何忘れたの？え、ニヒラ、あっちほんいらねいらねって言うなよ、あんま。普通に忘れてるもんな、いないもんな、今。忘れちった。あいつも大事なメンバーなんだよ。どっちやねん。あいついてこそ。お前さっきいらんっつったやん。いや、そんな口が先でも言わない。言ってたやん。家族だから。家族いるみんな。あ、来た。ほら忘れ物。ほら来た。忘れ物が来た。
うえ、お疲れ。今日もよかった。少子が忘れ物したって言って。で、忘いらねえって言いらっしゃる。お前。リアルにでも忘れましたよ。なになに？あれで前からあった。終わりました。終わりましたよ。愛知。愛知。あの、皆さん動画見たらわかると思うんですけど、愛知は俺のものになりました。動画見たら、新平のもんって思うんや、みんな。使えるから。はい、今日もね。ありがとうございました。愛知県っていう土地でね、できたことが、うん、俺の第二の故郷に近いんで。いや、お前何回もそんな言ってないですか。やっぱ静岡、静岡でしょ、愛知はやっぱりよく行ってたんで、うん、あ、ほんまに。そうそう、ほんまにこれ。あ、そうなんや、知らんかった。だから久しぶりの方とかもたくさんいらっしゃる、だから名古屋でやろうと思ったんや、ちょっと。いや、まあ別にそういう、まあそれももちろんあるし、気持ちもしよう、うん、でもなんか本当全国に広めたいんで、その思いで今日も来てるんで、なんか生きることの意味をね、与えてくれてるのは皆さんだと思う。いや、それ今エフェクトつけてかっこよくかやっとくわ、はい。まあ、逆に言えば僕らからも生きる意味を与えたいなと、うん、そんなグループでありたいなと。いいですね、生きがいを与えて差し上げるよ。未知なるともしびのクロスラブ、未知なるともしびを永遠に。おー、つらつら出てくるね、言葉が。当たり前でしょう、そういう思いで生きてるんですから。おお、ドヤ顔です、これが。ねえまとまりました。お後はよろしいよ。いや、お後よろしいですよ、本当に。コメントちゃんとしてください、皆さん。そうね、コメントしてくれたら嬉しいよねそうね、なんかね、まあでも、まあ、YouTube もサブコンテンツとして、はいはい、ライブがない時楽しんでもらえたらなと思います。そうね、全然積み込み手伝ってないけどねまあいいこと言ってるんでいいんじゃないですか伝えたいことを伝えるのがあなたの仕事かもしれない。じゃあおーちゃん、今日も愛知楽しんでね。いやいや、俺残ら、本当ありがとう。いやいや、なんでそうなの？俺、お前ありがとう。違う違う違う。おじゃん、今日も本当。じゃじゃ、やめろよお前。気をつけて。いや、そのくだりも香川でやってるから。もうええって。最後ちょっと。やばい。何？忘れ物した。いや、デジャブデジャブデジャブやって。やばい。忘れ。何？今日も思い出せちゃったぜ。うわ。ごめん、聞こえてなかったけど、なんて、なんて。メモリー。なんつったの？思い出忘れた。出た思い出。おじゃん、これだけ。はい。これだけ。これだけ蓄えます。この水だけ。おい。俺渡されてどうすんねん、これお前。テネス。いや、小銭もらったってしょうがない。おい、落としてんねん。何してんねん、おい。おい。どこに行ってんお前。小銭、お前。声でかい。小銭どこ行ったよ、お前。小銭あった。お前、ないやねん、それお前。ああ。涙拭けよ。涙拭け、ない、泣いたろか、ほんまに。泣いたろか、ほんまに。泣いたろか、お前。泣いたろか。おい。お前締めて、とか言うな、あんま。じゃあ、じゃあねえじゃないんだよ。ありがとう。いやいや、残された方が気持ち知れよ、お前。じゃあ忘れも、俺のこと忘れもしてんのよ。まだ会いに来るね。そうか。いや、会いに来る。俺、愛知に残らへんから。おい、ちょっと待てよ、おい。会いに来るね。上野行くよ、俺も。上野行くから。いや、行くからちゃうね。俺も乗せろ、早く。バイバイじゃなくて。頼む。いや、ちょっと待ってくれ、おい。いや、ちょっとトロトロしてんな、おい。トロトロ、トロトロいってんな、おい。ちょっと。おい、置いてくなよ、お前ら、ほんま。何してんねん。何回やんねん、このくだり、お前。いいの取れた。いいの取れたって、あんま言わんとってくれよ。まだ回ってんねんから。これでオッケー。いや、俺が全部仕組んだみたいになんねん。なんかやめてくれ。パッ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 パ。うっせぇ。やべ、取られて最悪だよ。最低だよ。やばいよな。ちょっとデート的な感じで、今日はレイキ君とサービスエリアでデートです。サービスエリアでペットって言ったよ言ってたよね。え、どう、私どう、そういうの。何が可愛いとかあんじゃん。可愛かった今。あ、可愛いとかあんじゃん。お前腹減ったわ。ちょっと待ってよ。 何食べるの。無理無理無理、もう腹減ったんだろ。無理って何ね。無理無理無理。なんか買ってくれるの。なんか食べる一緒に。デレヘー。ちょっと待って、人がいた。レイキ君、元気？うえ。いやいや、なんで隠したの？何じゃなくて何も教えなきゃいけないんだ。いやいやいや、プライベートなんですけど。そうだよね。いや、お前らのプライベートないから。ないの？じゃあいいよ、ここは。いや、何やねん。何やったよ。結局見せるわ、いいけど別に。いいんやったら普通にパッと出せやで、これ見て、あ、神山ココア飲んでるんやってなって、どうなの？俺が聞きだよ、どうなんの。みんなも飲むの。これなんかあれなんだ、飲むわ。
永やる。雪自社ゆきちゃんやる。あれコーヒー牛乳じゃん。ココアだ。なる違う、ね。森永でしょ、ココアといえば。買った人、はい、はい、ほら、はい、ほらね。あ、そうなん。あ、ココアみんなココアなんや。みんなココア好きなんで。あ、そう。森永さん、ぜひスポンサーを受かってます。使ってやってください。この YouTube で来るかな。そうそう、あり得るからね、それで。何ですか？メロンクリームソーダです。わー、メロンクリーム。大好き。あ、そう。一番好き、飲み物で。クリームは入って、やべ、行かないと怒られるぞ。やべやべ、まただ。デジャブデジャブ。1時2回はやばいって。やばい、入ってくる。ちょっと待って、あ、早いな。おつひら。おつひらです。おつひら、俺らは。じゃあここで。俺らここで。おやすみ。心だけは繋がってた。会えたならば何度も伝えるんだ何度も。